若井夏樹と言います。坂の上ベーカリーの店長をしております。出身は新潟県の長岡市。大学進学を機に石川に越してきたんですけれども、建築の課題を出している時、その建築を目指している子の課題っていうのがものすごいクオリティで、この建築業界だと食べていけないなっていう実感がありました。その時にご飯を食べに行ったところ、そのオーナーがすごく面白い気さくな人で、ちょうど僕の座ってた後ろにアルバイト募集っていうような張り紙があって、ここで働かせてくださいとお会計の時にお願いしまして、でそれから僕はずっと飲食にこうどっぷり使ってます。自分自身がこう進学を考えた時に、実家からの距離っていうのは正直考えました。いつでもこう実家に帰れたりとか、実家の両親が来てくれたりとか、修行時代7年8年ほど石川に暮らしていたんですけれども、その際にこう飲食関係の方であったりとか、また飲食に関係ない方ともすごく良くしていただいて、そういったところで自分と知っている人たちがいる環境でお店をオープンしたいなっていうような思いができて、石川県以外は特に考えていなかったんですね。独特の食文化がすごく強いっていうこともありますし、すごくこう作家文化が強いということで、僕のすごい好きな作家さんがたくさんいらっしゃったりとか、暮らす前にすごく大事にしてたポイントが実はありまして、美味しい食材がある地域にずっと住みたいなっていうのが思いにありました。高校生の段階では知ることのできてなかった魅力っていったものを、自分自身が成長するとともに知ることができて、ものすごく美味しいお店っていったものがいっぱいありましたし、もともと新潟県に住んでいたので、何か美味しいものを食べようってなったらもう100キロ車を移動してとか、そういったことが普通にあったんですけれども、石川県はもう美味しいものがギュッと詰まっていたので、いろんな機会に多く触れることができたなっていうような印象があります。今いい面でもお伝えはしたんですけれども、ちょうどいい規模感っていうのがあるので、逆にもし僕が変な人だったら変なことがすぐ伝わってしまうので、ちゃんとせんなんだっていうことは感じてます。今このパン屋さんを続けつつ、僕自身がこのお店を開業するまでに、この金沢で暮らしてきてる中で、こう自分自身が体験してきた食文化であったりとか、工芸の文化であったりとか、そういったものをパンに乗せて、で金沢こんなすごいところが僕自身体験しましたっていうのを、他の県に住む方々であったりとか、同じ石川県に住む方々にお届けできたらいいなっていうふうに考えております。このパン屋さんを始めてから、いろいろな方と知り合うことができたんですけれども、金沢であったりとか、石川県内で、農業をされている方とすごく知り合うことができまして、その土地だからこそできる野菜であったりとか、そういったものをこう体験することができて、その農業の、生産者の方たち、石川県の土に触れるっていったことを、最近はとても大切にしています。当時も知っていたと思うんですけれども、分かっていたと思うんですけれども、自分の想像していない未来になるよっていうことは期待しておいてもらおうかなと思います。